三重県から初の J リーグ加盟を目指す社会人サッカーチームビアティン三重を番組で応援するゴー J ビアティンのコーナーです。今日はゴールキーパーの岸上和樹選手と、そして在籍1年目の井上城選手にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そしてビアティン三重のアカデミーダイレクターを務める樋口さんとともにお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さて、当初の予定ではですね、今日上野監督とキャプテンの西村選手に出演していただく予定だったんですけれども、監督はちょっとスケジュールが合わなくなって、西村選手が体調を崩してしまったということで、今日急遽スケジュール合わせてお二人にお越しいただいているので、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、長いシーズンが終わったわけですけれども、岸上選手、年末年始はどうやって過ごされるんですか？はい、そうですね。とりあえず地元の大阪にすぐ帰ります、はいはい、そしたらもうちょっと地元の空気感で気持ちをちょっとリラックスさせたい感じですか？そうですね、三重も好きですけども、はい、やっぱり年末はたまにはちょっと帰らないといけないですもんね、はい、両親に顔も見せない。なるほどなるほど。井上選手はいかがですか？僕も富山に帰省します。富山ってでもすっごい雪降ってるじゃないですか。降りますね。今は降ってないって聞きました。あ、そうですか、はい、一番の楽しみなんですか？実家の犬に会うことです。犬好きなんですね。好きですね。ちょっとこうやって見たらちょっと犬顔にも見えてきますもんね。あ、本当ですか？ね、マリさん。あ、でも確かにそうですね。本当ですか？そうですね。よく見ればそうです。さあ、サッカーの話いきます。JFL3 年目のシーズンとなった今年、年間30試合を戦って、ビアティン三重は10勝11敗9分けで10位という結果となりました。5位のテゲバジャーロ宮崎との勝ち点差がわずか2、そして鈴鹿アンリミテッドは12位で勝ち点3しか離れていないというこの状況となったわけですが、樋口さん、改めてこのあたり振り返っていかがでしょうか？まあ、そうですね、ホンダが頭一つ二つ抜けてますので、うん、まあ、それ以外のチームはどこが上位にいてもおかしくないなっていう感じもありますけれども、はい、まあ、ビアティンもですね、たらればですけれども、うん、やっぱりこの試合を勝っとればなとか、なるほど、引き分け取ればなという、まあ、やっぱり後半の勝負どころのパフォーマンスのところで、はい、もう一歩足らなかったのかなっていう感じがしましたね。なるほど。ここぞというその勝負強さが来シーズンに向けての一つの課題になったかという、はい、今シーズンのビアティンでした。さて、今日はお二人に自分自身の1年を振り返っていただいて、漢字一文字で表していただきました。今年の漢字は令和の令という字になったわけですけれども、岸上選手の今年の漢字、はい、発表してもらえますでしょうか？はい、僕の今年の漢字は知るの知。おお、これはどういった思いなんですか？今年から監督が上野監督に変わりまして、はい、でいろんなサッカー用語、新しいサッカー用語をこの年でいろいろ学ばせてもらって、はい、まずはそういうのを知るってことがありました、はい、あとは桑名に住んでるんですけども、うん、2年間住んでいろんな人と知り合いになって、はい、まあ、地元の人たちと新しい知人ができたっていう、そういう、なるほど、なるほど、そういう意味もあります。新たな発見と出会いの1年だったという。そうですね、はい、はい、2019シーズンでした。井上選手いかがでしょうか？お願いします。僕の今年の漢字は才です。才、これはどういった思いですか？そうですね、ユースの時に上野さんに1年間指導させてもらったので、はい、でそれからJFL の舞台で再会して共に戦うことができたので、はい、才を選びました。再会の才ですか？再会の才です。おー、ちなみにマリンさんはどんな1年だったんですか？私も1年間をその一文字で考えてたんですけど、実は井上選手と一緒で私も才で、はい、私の場合はその今年からその再スタートというか再出発したことがすごい多くて、初めてのことがいっぱいの1年だったので才にしました、うん、なるほどなるほど、はい、それこそ今シーズンビアティンのね、皆さんの前でこう歌を披露することもありましたね。そうですね、はい、なんかそのビアティン三重のサポーターの皆さんがもう本当に優しくて、うん、一度そこの会場でライブさせていただいてからも、その後私のイベントにも遊びに来てくださったりとか。そうですか、はい、本当に優しくて、なんかいいチームだなって思います、ね、ますますじゃあビアティンのことが好きになった、なりました、はい、ということですね。
さあここからはそのビアティンの今シーズン最も印象に残っている試合やシーンについてお二人に伺っていきたいと思います、井上選手、はい、最も印象に残っている試合はどの試合でしたか？そうですね、あの天皇杯の県予選の決勝戦、はい、鈴鹿戦ですね。これはすごい試合でした。あのどうしてこの試合を選んだんですか？まあ、PK であの勝ったんですけど、森西選手の延長戦のヘディングゴールが僕の中すごい印象に残ってます、はい、ね、まさにあの壮絶な試合だったわけですけれども、岸上選手はこの試合をどう振り返りますか？はい、そうですね、あの最後本当は PK で加藤大輝選手がしっかり止めてくれて、はい、あのキーパー陣でもしっかり研究してその成果が出たのですごく嬉しかったですね。あ、もう他のそのキーパーと一緒になってそういう姿勢に向けた研究をしてたんですか？ポジションは一つですけど、やっぱりみんなキーパーファミリーとして、そこは力を合わせないと勝てないので。なるほど、はい、樋口さん、まあ、今の岸上選手の話はまず一つこうチームワークみたいなものを感じますし、やっぱりこれ技術だけじゃないこう気持ちの面とかそういったものもこう感じる試合でしたよね。やはり鈴鹿戦という特別な、まあ、ダービーマッチでしたし、はい、天皇杯予選はしばらく勝ててませんでしたのでね、やっぱり普通のただの1試合じゃないなと、この同点ゴールというのは本当に大きかったなと思いましたね。なるほど、はい、井上選手、それこそこの一戦は天皇杯の本戦に向けても非常に勢いのつく試合だったんじゃないですか？そうですね、格上の相手と対戦できる唯一の大会だったので、はい、すごいいい試合になりました。ね、天皇杯振り返るとビアティンは1回戦で関西学院大学に勝利して、2回戦ではあの J1 の湘南ベルマーレを相手に4対0で快勝しました。そして3回戦でも J2 の長崎に、まあ、惜しくも敗れはしたものの PK 戦にまでもつれ込む激戦を演じたというこのビアティンの天皇杯だったわけですけれども、井上選手、天皇杯で一番印象に残っている試合は何でしたか？まあみんなもう思ってると思うんですけど、うん、湘南ベルマーレ戦は印象に残ってます。それこそあの一戦で勝ったことというのがチームに与える影響はすごかったと思うんですけれども。そうですね、その流れでリーグ戦も勝てていければよかったんですけど、うん、まあ、あまりうまくいかなかったのでちょっと悔しいですね、うん、そのあたりの気持ちは大シーズンという感じですね。そうですね、さてそのリーグ戦ですけれども、30試合を戦ってビアティンが奪ったゴールは38ゴールでした。岸上選手、ぜひともこの38ゴールの中からベストゴールを選んでいただきたいんですが。そうですね、ちょっと難しいんですけど、ホームでの三重琵琶湖滋賀戦の古川大吾選手が決めたゴールですかね、うん、はいはい、このゴールを選んだ理由は何ですか？まず大吾自身もビアティに来て初ゴールでしたし、はい、ゴール前にいろんな選手が絡んで、で最後ゴール取って、まあ、練習で日頃やってることが試合に出たっていうのはやっぱり良かったんじゃないかなと、はい、そうするとその古川選手のゴールというのはチームにとっても大きな手応えになった1点だったと。そうですね、いうことになるんでしょうね。これがそのシーンです。はい、一度右サイドにはたいてから中に折り返しワンタッチで決めていったのが古川選手ということになります。岸上選手が選んだ38ゴールの中からのベストゴール、ご覧いただきました。さてそれではここで樋口さんにこのゴールシーンについてちょっとモニターを使って解説をしていただきたいと思います。はい、それではモニターにそのシーンを映し出しました。お願いします、はい、ここで平信選手が仕掛けている時にボールに対してですね、うん、関与している選手が非常に多いんですね、はい、上野さんのサッカーは連動性っていうのがポイントになってますので、一つのボールに対してフリーランをしている、みんながボールを欲しがっていると、みんなが自分のところに来いと準備をしているということなんですね、はい、で選択肢がたくさんあるということですね、うん、で右にボールが流れました、からボールが右に流れますね。そしてで、はい、はい、この場面ですね。この場面でもシュートも打てますし、うん、中に4人詰めてると、はい、どこにボール出しても誰がでもこの中のように誰でも得点できるわけですね、はい、だからこれだけ崩しきって得点できるってなかなかないと思うんですね。だからそれだけボールに対して一人一人の選手が関与している、
まさに、連動しながら攻撃できたという一つの、素晴らしいゴールだと思います。なるほど、はい、井上選手はこのゴールどう感じますか？はい、そうですね、日頃から練習してた通りのゴールだったので、すごい僕も試合に出てたんですけど気持ちいいゴールでした。なるほど、リュウさんですから、もうこのゴールである意味ビアキンが目指そうとしているサッカーが一つ形になって、こう選手たちも見えてきた瞬間だったかもしれませんよね。そうですね、やっぱりアグレッシブな守備から、やっぱりリスクを背負ってでも飛び出していくっていうような、思い切ったこう攻撃ができたのかなと思いますけどね。なるほど、はい、リュウさんありがとうございました。井上選手、こうしたサッカーを目指してきた上野監督の下で1年間プレーして、改めてどう思いますか？そうですね、ユースの時もかなり刺激が多かったんですけど、また JFL の舞台でこのビアティンっていうチームで上野さんの指導、さらに大きい刺激をもらったので、はい、すごい自分のためになりました。あ、そうですか。そして岸上選手は、はい、今シーズンからゴールキーパーコーチも兼任しながらのプレーだったと。そうですね、いうことなんですね、はい、いかがですか？まあ、正直まだまだそのコーチとしてのキャリアとかもないですし、本当勉強の真っ最中で、坂倉コーチと、はい、手伝ってもらいながら、1年間いい勉強させてもらいました。お、そしたらこの1年勉強したものを来シーズンにちょっと生かそうじゃないかという今心持ちですか？そうですね、はい、やっぱり失点をしなければ、昇格とか近づいてくると思うんで、はいはい、今年のことは生かしたいと思います。なるほど、ここまで今シーズンの戦いをお二人に振り返っていただきました。コマーシャルの後はビアティン三重の最新情報です。引き続きゴージェビアティンのコーナーです。井上選手、岸上選手、そして樋口さんとともにここからビアティンの最新情報をお伝えしてまいります。今シーズンは終わったわけですけれども、また来年 J リーグ昇格を目指していくことになります。改めてここで J リーグ参入の条件を見ていきたいと思います。ビアティンは J3 の一つ下のカテゴリー、アマチュア最高峰の日本フットボールリーグ、通称 JFL で戦っています。リーグには16チームが所属しています。J リーグ昇格には大きく分けて3つの条件をクリアしないといけません。まずはリーグ戦で4位以内の成績を残すこと、そして2つ目がスタジアムです。三重県には J リーグの規定を満たす競技場、スタジアムがありません。5000席以上の座席があり、ナイター設備の備わったスタジアムが必要となってきます。さらに重要となってくるのが試合の観客動員です。リーグ戦では本拠地で15試合が行われますが、1試合あたりの平均入場者数が2000人以上入らないといけません。リンさん、ですからこうしてまた振り返ってみると、まあ、やはり J リーグをこう入っていくためには様々な課題を乗り越えていかないといけない状況にはまだありますよね。そうですね、まあ、成績の方はね、選手頑張ってくれるっていうと思いますのでね、もうやっぱ観客動員のところでしょうね、はい、ダービーで4000人入ったっていう実績ありますのでね、今年はもう平均2000人目指して、頑張っていきたいなと思いますよね。そうですね、はい、さあ、そしてそんな中ですね、一つ大きな動きがありました。ホームスタジアムとしている東院町陸上競技場は来年の4月からビアティンが指定管理者となることが決まり、 J3 への参入を目指して今月9日から改修工事が始まりました。総工費およそ2億8000万円をかけてピッチの芝生面積を拡大するほか、選手や審判の控え室、音響施設やネット中継を行うための放送施設などが整備されます。スタジアムは来年3月に完成する予定です。岸上選手、これは選手たちにとっても一つのモチベーションになっているんじゃないかと想像するんですが、いかがでしょうか？はい、そうですね、これはもう本当に J3 に大きく近づくことになりますので、はい、本当モチベーションがもうぐんぐん上がってます、うん、つまり井上選手、まあ、こうしたハード整備が出来上がるというところ、まあ、これまでスタジアムという部分は一つの不安要素にもなってたかと思うんですけれども、これでまたこうプレーに向けてのこう精細というのも生まれてきそうですよね。そうですね、あとは僕たちがやるだけなんで頑張りたいと思います。リュウさん、ですからこうやってコメントを聞くだけでも選手たちにとっての大きな今これ力になってるんですね。そうですね、今までちょっとこう暗闇だったのが見えてきてますのでね、はい、はい、
これでこの勢いのままでクリアティンミエが結果を残していけば、また一歩 J リーグにも近づいていくということになります。それではここでお知らせです。毎年ビアティンの選手や監督がシーズンの開幕前に必勝祈願をしている桑名市の多度大社で、来年2月3日に節分祭が行われ、今年もビアティンの選手が豆まきに参加する予定です。演歌歌手の香波五郎さんも一緒に参加し、午前11時からと午後1時からの2回を予定しています。多度大社では福から先に取り込もうということで、福は内、鬼は外の順番で掛け声をかけながら豆もきをするそうです。多度大社では本格的な厄除け祈願もできますので、ご希望の方は多度大社までお問い合わせください。では最後に今日お越しいただいたお二人に皆さんにメッセージをいただきたいと思います。まずは岸上選手、お願いします。はい、来年あのビアティンが J3 昇格にすごくもう近づいてきてますので、僕たちは本当やるだけ、まずはよあの年間4位以内を目指してあの努力していきますので、あの来年も熱い応援よろしくお願いします。岸上選手自身の、ね、こう抱負みたいなのあるんですか、個人的な。そうですね、あのもちろん試合もやっぱり絡んでいきたいですし、はいはい、やっぱりそこはまず目指さないといけないところです。うん、期待しております。はい、では井上選手お願いします。はい、今シーズンは目標の4位以内に届かなかったので、来シーズンは J3 昇格もかかってますので、絶対4位以内入って昇格したいと思いますので、応援よろしくお願いします。井上選手は来シーズンどんなプレーを見せてくれるんですか。そうですね、サイドもうひたすら駆け回って、はい、ゴールに絡んでいきたいと思います。応援します、期待しております。今日はビアティンミエの岸上和樹選手、そして井上城選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。朝クリスマスですけれども、クリスマスイブなんか予定はあるんですか。ちょっとあの個人的なんですけど、誕生日です。お、岸上さん誕生日ですか。おめでとうございます。ちなみにあの何歳の誕生日に。28です。28歳ですか。はい、それちょっと公共の電波使って。いやいやいや、あの28歳の抱負を一言言ってあの書いてください。あ、はい、いやもう J3 昇格ですね。もうそこで、そこだけです。28歳はもうその夢を実現するということですね。はい、期待しております。今日は岸上選手、そして井上選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。いいクリスマスを。ありがとうございます。